モントピリアはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の54番艦。艦名はバーモント州モントピリアにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはクリーブランド級軽巡洋艦3番艦以来3隻目。モントピリアの建造は1987年2月6日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され。 1989年5月19日に寄港した。1991年8月23日にナンシー・ヘイズ・スヌヌ夫人によって命名浸水し、1993年3月13日にビクター・フィービッグ艦長の指揮下収益した。モントピリアはイラクの自由作戦でトマホーク巡航ミサイルを発射した最初の潜水艦であった。 艦長ウィリアム J ・フレーク中佐の指揮下、一層のため20機のミサイルすべてを発射した。マイティ・モンティ・マイティ・モンティは、バージニア州ノーフォークに配備される。2012年10月13日、アメリカ東部沿岸で行われていた演習中に、サン・ジャシントと接触する事故を起こした。ニューポート・ニューズ造船所に開港されて修理が行われ、衝突時に引きちぎられたソーダは退役した、同警官。 ソルトレイクシティから再利用する形で交換された。さらに、衝突でき幹部の耐圧核に損傷が広がっていたため、その交換に時間がかかり、修理には長期間を要するとされている。ありがとうございます。